リンゴルフを視聴の皆さん、こんにちは。山地優子です。優子がゆうこりんと呼ばれて、そこから小さくなってこりんちゃんと呼ばれてます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ってことで今回は名古屋市の、はい、ピアニストの、はい、なんで笑ったんですか。ゴルフ女子って言わなかったから。そう、ピアニストのコリンちゃんに来てもらいました。はい、でこれからのコリンちゃんには、はい、岡崎カントリークラブのインコースを9ホールラウンドしてもらいます。でこの企画なんですけど、金土日にインスタグラムで活躍されてるゴルフ女子の皆さんにちょっとご出演いただいて、まあ、ゴルフのプレーとか、まあ、あとトークとか、はい、そういうのを楽しんでもらおうっていう、はいはい、企画になっておりますんで、9ホールあるんですけど、はい、ちょっとゲームを用意してます。はい、25個のミッションで80ポイント。ってことは25個中20個を達成しなきゃいけないんだね。そうです。20個以上クリアしていただきますと、はい、Amazon ギフトカードちょっと3000分なんですけど、プレゼントさせていただきます。まあ、パーとかボギーとかっていうスコアのものもあれば、はい、カラーボール使うとか、まあ、あと自己紹介とかいろいろあるんで。カート道コロコロって何？あれ打ってさ、カート道打てよってこと？じゃあ打てよではない。でも結果的にじゃあここもうリーチかかってたら、わざとカート道コロコロさせなあかんってことか。そうだ。関西弁、関西弁、はい、なんか出てます。僕ほら標準関東中心なんで、はい、結構新鮮で。いや関東でも名前あるでしょ。わかんない。わかんない。あ、そうか。まあもうナチュラルに。わかりました。僕も、はい、普段通り楽しんでいただければいいかなと思いますんで、はい、早速スタートホールに行きたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。平均スコアってどのくらいですか。はい、108ぐらい。ちょっと。なるほど。煩悩が多くて。煩悩が多くて はい、ピンポイントじゃないですか。多いのでなかなかそこから脱出できないんですね。あれですね、こうできればこうちょっと左ドッグなんで、この2つ目 の、 あのバンカーよりちょっと左。はいはいはい。バンカーで多分さっきカード見てたら160ぐらいなんですよ。そうするとちょっと入る可能性があるようなないような。だけど左曲がってるからギリギリあのバンカー、奥のバンカーぐらいに落としたい。わかりました。はい、お願いします。お願いします。よいしょ。あ、まあまあ、ぼちぼち。嘘でしょ、めっちゃいいショットじゃないですか。いや予定でももうちょっと飛んでるつもりやったけど。あ、距離ね、距離ね。まっすぐで。はい、まっすぐです。もう打つ前はやっぱり先練習場で練習しとけばよかったかなって一瞬後悔した。練習しますかって言ったけど、いやいいです。なんかいつも練習しないから、こういつものルーティーンでいた方がええんちゃうかなと思って。間違いない、それはでも間違いないですよ。逆にやって暑いし今日とか、もうそうなんですよ、疲れちゃうし、体力温存しないと。確かに確かに。じゃあちょっとホッとしたみたいな感じですね。はい、よかった。ちょっと1ホール目が終わったら、はい、いろいろ聞きたいです。なんかインスタグラムを拝見して、はい、結構いろいろな顔をお持ちだなと思って。ああ、はい、いろんなことを、まあ、そう、はい、冒頭ピアニストとも言ったんですけど、はい、それ以外のこともされてるんで。そうですね。え、いや狙えへんやんこれ。え、これ意地悪じゃない。うん、ピン位置すごいね。ね、ピン位置が意地悪じゃない、うん、え、絶対無理やん。ということで、まあしょうがないので7番アイアンで。うん、
お、しかもちゃんと捕まって結果うまい、結果そこそこ OK じゃない、うんうんうん、全然うまいっすよ。いや予定と違う。この108とか写し人あるあるで、なんかアプローチが結構コロコロ玉になるんですよ。なんか球が浮かないってね、うんうんうん、だからこれベスポジ。じゃあバンカーの手前とかつけてたら入れる可能性あるでしょ、コロコロ、うんうんうん、これコロコロでもちょワンチャンパターでもいけそうで、うん、いけへんかな。でも自信ないとなんかパターパターもありはありだよね。ちょっと芝噛むけど気合いでとか言いながら、まあ一応ちょっとアプローチで A でやります。はい、あほらこういうのやるから108切れへんねん。え、そんなにそっち行くの？あ、でも止まった。多分右カップいっぱいぐらいだと思う。来たー。ナイスです。イエーイ、ボギー。イエーイ、ボギー。ゴルフはどのくらい月行かれるんですか？年間で50回ぐらいなんで、だけどそのコンサートがその本番の前とかはやらないようにしてるんですよ。痛めたりとかしたらなんか怖いなと思って、うん、結構大きい演奏会があったらその演奏会の前の3週間前からはもうやらないって決めてるんで、だからそれのトータルで、でもなんだかんだ50回やってんなって感じなんで、うん、はい、ということで1ホール目はボギーをいただきました。あと自己紹介ポイント3つ、3つ、うん、はい、やっちゃいます。はい、はい、お願いします。私は普段は一番メインはピアニストをやってて、クラシックのピアニスト、もともと音大を卒業して大学院を卒業して、で海外にちょっと勉強して、で普段はあちこちでライブをやったりコンサートをやったりとかクラシックピアニストをやってて、でその他、20歳の時から、モデル事務所に入ってて、もともとそういうモーターショーだったりとかレースだったりとか出て、今は結構グラビアの撮影とかをやってるので一年中結構水着になる機会が多いです。あともともと趣味が海外旅行で、私たちのお仕事って土日休みとか関係ないので、休み関係なくめちゃめちゃ働いて、でその貯めたお金で海外旅行に行くみたいなのをやってて、なんで本当はゴルフもあちこちの海外でちょっとやってみたい。確かにそうと思ってたらコロナが始まったみたいな。ああなるほど。そう、海外行く時は言ってください、はい、僕もあのカメラ持って行くんで。本当ですか？ここに証拠残りましたよ今。別に言うてたんですけどって今言いますから、ね、綺麗なところ綺麗なとこ限定、綺麗なとこあの砂漠とかやめてください。あでも砂漠で思いました、私ゴルフアリゾナでやったことあります。あやばいんじゃないの？やばい。湿度はカラッとしてるけど、そう気温がすごいんだよね。そうそうそう、温度が、そう湿度は本当に 20% 切るぐらいで、なんか日本って結構 40% とか 50% あるじゃないですか、カラッとしてる日でもそれぐらいあるけど、アリゾナはほんまにこう 20% 切るぐらいで、真夏でももう唇割れるからリップクリーム塗ってねって言われるぐらいめちゃめちゃ乾燥してるけど、気温はもう42度とか43度あるから、なんかもう本当に鉄板の上にいるみたい。あーまああのバンカーの中に入ってるみたいな感じで、ね、ちょっと違うかな。いや暑いじゃん。あ違うんだ。ピアノ弾いてる写真とかすごいインスタとか、はい、かっこいいっすよね。かっこいい、なんか綺麗。そうなんかやっぱりみんなにこうピアノの前に座った瞬間なんかこう顔つき変わるって言われる、普段こう喋ってる感じとやっぱりなんか違うらしくて、うん、なんかやっぱスイッチ入る瞬間みたいなのがあるみたい。そのピアノはコンサートはガチ系とか、なんか
気軽に行けるよとか、うん、そう、なんかいろんなパターンでやってて、年間でそのガチ系の本当にクラシックのホール、その文化会館みたいなちゃんとしたホールでやるコンサートもやりの、ね、あの飲食店さんでみんながお食事してる時に前にあるグランドピアノでこう演奏してるみたいなのもやったりとかで、あとは本当になんかミュージックチャージを取らないというかな、飲食代をのみでなんかこうお酒いっぱいでもなんか聞けるよっていうカジュアルなお店でも弾いてたりとかして、だから皆さんこうそれぞれこう来てくれる、今日はこのパターンでちょっとだけ酔ったよっていう人もいるし、なんかやっぱりこうちゃんとしたコンサートは私もちょっと気合入ったドレスとか着るから、なんかそういうの見に来てくれたりとかで、やっぱりホールやったらやっぱ音響がいいんですよ、普通の飲食店よりちゃんとこう音響が考えられてるからめっちゃ音が良かったりとかして、なんかそれぞれいろんなパターンがあるんで、なんかいろいろ楽しめるんじゃないかなと。うん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 、分かりました。そう、ちょっとそのピアノのことから結構聞きたくて、はい、ああ、なんかそうですよね、ピアノ弾けるんですよね。そう、元々ちょっとそうやってて、うんうん、やっぱまあ僕なんかもう挫折組なんで、いやいやすごいなって思って次ショートホール、はい、準備が整いましたんで、はい、はい、またちょっと続きをピアノのことを少し聞きたいです、はい、ということでこのショートホールは、今日右グリーンなんで98ですけど、ピンが後ろに入ってるので100ぐらいかなということで、後ろがちょっと超えたらバンカーでしょ、なんかあれにビビってちょっと100で打つことにします。で9番アイアンです。うん、おー、ちょっと右か、惜しい、ちょっとラフ、距離はそう良かったんですけど、なんかちょっとあの左のバンカーが視界に入ってあのカジュアルに行けるやつ、はい、その飲食楽しみながら、うんうん、場所はどの辺でやられてるんですか。そのミュージックチャージがかからないお店は、名古屋駅にあるんですよ、うん、名古屋駅から本当に歩いて5分ぐらいのところでベースラインっていうお店で弾いてるんですけど、そこは本当に月3回ぐらい弾いてて、なのであの皆さんフラッと来られたりとか、弾いてる時間も一番最初が7時半に弾き始めて11時まで弾いてるんで、割と遅くまで弾いてるので2軒目とかでも来れるようなお店なんで。あ、これこっち行くの、あのチャージがかかっちゃってもあれなんですけど、はい、関東とかはない。関東はそう、昔はそのコロナの前はあの銀座の7丁目で行かせてもらってるお店があったんですけど、うん、なんかそのコロナをきっかけにね、やっぱりちょっと、うん、一回そう確かに遠ざかるというかね。そうなんですよね、やっぱり、ね、こう遠くから呼ぶことがなんとなくね、あの時は空気的にね、なんかよろしくないみたいなのっちゃってからちょっと行ってないですね。そっか、なのででも復活するかもしれないですもんね。そうですね、ちょっと左側かな。あ、微妙な距離あ、あ、そういう感じ。そう、どっちか言ったらちょっと右に切れる感じしたよね。ボギー、はい、ボギーはさっき取ったからあの話できればあのゲームのカードのマス的には違うやつがいいねあ、でもあの1個だけじゃないんです。ボギーどうだったっけ。ボギー2個ありますか。 あるやん、あれ20個はめないかんからね。はい、とりあえず丸ついた方がいいね。インスタで質問を募集をかけてまして、それも後半でやっていきたいと思います。はい、僕初めて愛知上陸したんですよね。あ、初めてなんですか。はい、え、本当に名古屋も行ったことないんですか。名古屋までたどり着いてないです昨日いや、新幹線でも行ったらもうちょっと近いと思うけど。あ、そうですね、うん、車で昨日は豊橋泊まりました。
豊橋のカレーうどん食べました。そんな有名な店ありますか？なんかカレーうどんの下にとろろとご飯入ってる。見たことないんですけど。名物ヤフーで調べた。カレーうどんの下にとろろ？そう、なんかうどんをなんか広めたいみたいで、でそのカレーうどんだとカレーのルーが残っちゃうんだってスープ。それを最後まで食べてほしくてとろとご飯を詰め込んだみたいな。へえ、知らなかったです。すごい美味しかったですよ。へえ、あ、本当ですか。そうで、豊橋はブラックサンダーが本社。ああ、会社がある。そうって言ってた。あ、グーグル先生がということですか。いや、お店の人。お店の人。でもここ岡崎なんで、あの岡崎は八丁味噌ですよ。有名なのが。そう、このホールはなんかグリーン周りがめちゃくちゃバンカーあったんですけど、なんかバンカー5つぐらいあったんですけど、まあ、とりあえず関係ないので、あの、まっすぐ打ちたいと思います。まあ、ホール紹介も丸ですね。みんなうまいんだよな。おお、いい音。ちょっと曲がっちゃったけど、ちょっと右もろで、あ、残っちゃったかな。あったかな。もうそれやったらカート道コロコロしてほしかった。それならちょっとあっち行ったらバンカー行く可能性あるもんね。やっぱここに安全パイで、まあ、これはちょっと出すことにします。あ、一番安全じゃない。うん。点1が、でも3奥の、でもちょっと左寄り。なんかあんまり右に打ったら木があって、左に打ったらバンカーがあるって、ちょっとやらしい感じですね。まあ、避けてるよね。バンカーは避けてる。なんか予定と違うけど。予定と違う。予定と違う。もうこれはグリーンに乗ってる予定やってんけどな。なんであのとこにおるんやろ。しかもまだバンカーを回避できてないっていう。そうだね。いや、でもほぼないよ。どうだ。え、今度は大きくない？ちょっと。いや、止まる。あー、止まってー。ちょっとあれかな、少しこぼれたか。こぼれたか、乗ったか。なんか僕、大学の時好きだった人、名古屋だったんですけど。なのに名古屋、あんまり思い出しちゃった。今このタイミングで。今思い出した。今私がパターをやろうとしてる、このタイミングで。邪魔しかしない。わ、めっちゃカーブ。あ、足らんわ。うまいっす。OK です。何今の。